箱の用意をお願いします。おなんだ。なんとですね、これはちょっと特殊なものが中に入ってまして。みんな見えてる？はい、箱の中身を探るものになっておりますので、天宮さんとじゃあ、ぜひ高橋さん箱の方を、はいはい、いじってください。はい、どうぞ。じゃあ、はい、開けてください、どうぞ。じゃあいくよ、はい、せーの、じゃーん。あれあれ、今日はミックのお誕生日、おめでとう。そんな、わあ、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。本日10月12日、みきゃんたちに祝われる誕生日、初めてだ。ありがとう、イエーイ。ありがとう、おめでとう。かわいい、嬉しい。そんな全然違う風に台本には書いてあったんですけど、はい、びっくりしました。本気のサプライズです。うわ、嬉しい。全然気づけなかった、ありがとうございます。これに手突っ込んじゃうとこだったもんね。え、もうやっちゃ、2人とももうやっちゃうのって思って、私の対決なのにって。そうだよね、そうだよね。そうでしたよね。無事ということで、本当の箱をじゃあお願いします。この今ステージ上にいるみきゃんたち3人の10センチぐらいバージョンの子たちが中にいます。なんで本当に直に触ってどれがどれかを当てるというほぼ同じ形をしています。なのでその中からコミキャンを当ててください。コミキャンを当てる、わかった。え、いいですか。え、え、動いてる。え、もう行っちゃいますよ。はい、いる。あ、いるいる。お、いるけど、うんうん。あれ、どう？いるよ。あれ、三、これ何だ？どこの部分？確かにみんななんかちょっとね、体も頭も丸めだもんね。丸だもんね。うん。うんうん。なんかできればね、三体いる。いましたね。うんうん、じゃあ確かめはできましたね。伊藤さん、一応ヒントなんですけど、はい、実物を触りに行って大丈夫です。あ、了解しました。この大きい子たちを、うん、その間に天宮さんたちぜひ、じゃあ箱の中にソフト、ふんふんふん、あ、え、じゃあ私もこっちから。正面から触るんですね。あ、ちょっとごめん、ごめん、ちょっとごめん。伊藤さんぜひ、あの、あ、でもコミキャンはやっぱりみんないる。3匹いる。あ、いて、やった、あ、やったね。私のやったよね。ごめん、やってない、ね、やってない、本当？嘘だ。コミキャンはなんか楽しそうだな、そっち。可愛いもんね。そうですね。私も撫でさせてよ。わかるわかる。やってるよね。気持ちいい、気持ちいい。あとやってるよね。いい、やってるよね、やっぱりね。やってるよ。見てるよ。てる、みんなこう証人がいるからね。コミキャンなんかちょっとふわふわしてるよね。みんなふわふわしてない？これだね。すごいふわふわしてる。うん。果汁がいっぱい詰まってる。果汁詰まってるんだ。あ、絞れるの？かわいい。絞っちゃダメか。かわいい。いや、でも絞ってやらなきゃいけないんだよね。絞るって、そうね。絞ってやりましょう。あ、絞るってそうか。3つの中から、コミキャンを絞ってやりましょう。さあ、3人の知恵を。これなんだ？合わせるところでしょ。でもやっぱさっき、取れてた、頭のあ、そうね、印象的だったよね。なんか頭の葉っぱね、かな、うん、これか、これだと思う。最終これかな、それじゃない。わかんないけど、真ん中らへん、うん、これかな、いい気がする。もし答えてみんなが一番見えてますから、合ってたら正解って言ってもらいました。 あ、みんなはもう見えてる。そうか、もうこっち透明なのか。はい、透明です。あ、そっか。じゃあこれ、これがコミキャンです。あ、イエーイ、正解です。真ん中ですね。はい、正解でございます。